こんなに触んなら、俺にも触らせ、だから、俺にもさせろって言ってんのに、人の話聞けよ。なんだああ、寝癖か。うん。治った。サンキュー。は こうもかっこいいとか、恥ずかしいこと言ってんじゃねえようん。お前に撫でられんの、気持ちいい。なんか、眠くなってきたか、かも。 だから、頭ポンポンとかされても嬉しくねえんだって。で、いきなりやめんなよ。もうちょっとなら、してもいい。つか、しろ。んなあ,あ、もうこんな時間か。うん あと五分。んお前、今、キスしたわかったよ。起きればいいんだろう、起きれば。だから、もう一回。 おでこなんか触って、何してんだ熱ああ。そういや、ここ最近、バカみたいにレポートこなしてたから、それでかも。って、おい。バカみたいって言っただけで、俺がバカって意味じゃねえからな。んじゃ、耳、そんな風に触んな。 なんでって。そんなん言わなくてもわかってんだろう。お前ってほんと、意地悪い。うん、おい。コーラ、首触んなって。いや、くすぐったいから。くすぐったいだけって。 うせえはかわいいって。お前な、かわいいとか言われて俺が喜ぶとでも思ってんのかよ。バカよ、喜んでねえよ、バカなんだよ。さっきまで俺のことほったらかしにして。 テレビに夢中だったくすに。本当に悪いと思ってんのかなら、ま、あ許してやるけど。ほんと小さいよな、お前の手。そんで柔らかくて、ぷにぷにしてて。 触られんの。すげえ気持ちいい。話したくなくなる。急に手握ったりして、どうしたえ寂しくなったって。<laughs> なんでいきなりそういうことを言うわけ顔、にやける なんだよ、指なんか握って。そういうのやめろよ。可愛すぎるから。何俺の手触ってると安心すんのなら、もっと触っていいぞ。く,くすぐったいけど、 お前が安心すんなら、我慢してやる。えもう帰るってなんでだよ今日はゆっくりできるって。ってお前、何ニヤニヤしてんだよ。くっしゃ。俺のことからかうとか、ほんと生意気。ん ああ、そこそこ、そこギュってされんのすげえいい。ああ、お前ってほんとマッサージうまいな。で、ちょ、そこはマッサージしなくていい。いいって。ね心臓の音すごいって。お前が変な風に触るからだろ。 嫌だって。こんなことお前じゃなきゃ許してねえからな。